鳥居、六孫、大常元月岡義都市筆六。孫神社は、京都市南区にある神社。旧社格は豪社。姓は源氏思祖の源の常元を祭神とすることで、知られる。ただ神社、坪井八万宮と共に、源氏三神社の一つとされる。祭神は次の御柱。社殿では、境内は、源の常元の邸宅、八条邸の跡地であるといい。 王和元年に、常元が、臨終の際に、死後は、竜人となって、邸内の池に住んで子孫の繁栄を祈るから、この地に葬るようにと遺言したという。そして、王和三年九月に、着死の三中が、原社地に常元の墓所を建立し、その前に社殿を造営したのが、当社の創建であるとしている。本殿後方に、現在も残る、石の基団は、常元の病であると伝わる。 源の常元亡き後、当地は、聖和源氏発祥の地として、摂津源氏、忠源氏によって伝領され、源の頼政の時代に、平の清盛に譲られて一時は西八条台の一部となったが、常元の墓と紳士は残され、平家の没落後その故地は、源の頼朝に与えられた。鎌倉時代には暗殺された源の佐友の菩提を弔うため、 妻の本学にはこの地に、返上神院を建立し、当社はその陳受者とされたという。その後は戦乱などにより、社殿を失い、常元の墓所だけが残されたとも伝える。元禄13年からは、江戸幕府により、社殿の再興が進められた。社の再建を悲願とした、返上神院の南谷商人が、徳川光国に働きかけ、聖は源氏の宗家を辞任する。 徳川将軍家を動かすに至ったからである。社殿の再建は法令4年をもって完了し、その社殿が現在まで伝わっている。また大通寺は、達中七か、寺を数えた。六、孫王神社は六の宮権現とも呼ばれた。元六十四年には小一くらいの深海と、権現号が授けられている。その後は、江戸幕府の滅亡と共に推備し、また神仏分離により、 大通寺とも分離した。大通寺は1911年にその境内地が国鉄東海道本線の鉄道用地となったために、境内地を売却し、移転を余儀なくされたが、1964年、今度は当社境内が東海道新幹線の用地となったため、再び買収され狭くなってしまった。近代社格制度では1873年8月、に村社に列し、 1881年12月に豪舎に昇格した年間歳事は次の通り、ありがとうございます。